ブレイキングダウンの裏話してください。裏話で言うと、この間、コメオと、購買日記、購買日記って言うんですか、漢字。購買日記みたいな方が、青汁ヒルズに来たんですよ。何日か前にね、来て、なんかでちょっとそのブレイキングダウンの試合前に、ちょっと軽く飲もうみたいな感じで、コメオが連れてきて、飲んだわけですよ。まあ、で、飲んだって言ってもですね、まあ僕は飲む気満々で、まあそれ以外にも何人かいたんですけど、まあハイボール飲むじゃないですか。ハイボールって言ってハイボール出てきてハイボール飲むじゃないですか。でもね、米夫と購買人気は酒を飲まないんだよ。で、なんで飲まないの、せっかく来たのにって言ったら、いや、俺たち試合なんでって。いや、もうもちろんそのさ、プロの人からしたらさ、何言ってんのって話かもしれないけど、ブレーキングなんて原料甘いし、まあ体重積む、そもそも原料がそんなにあんまないんで、結構僕は飲んじゃってて、で、その二人の言葉を聞いたときに、あ、こいつらやっぱ本気でやってんだなと思って、いや、僕も今回本気でやって、本気で勝ちに行こうと思ってやってるんですけど、それに比べたら全然甘いなって思いましたね。こいつらの覚悟ってすげえなって思って、もちろんなんか敵がアウトサイダーだから、全然本当油断できないんですみたいなことを言ってたんですけど、まあ、僕は相手は相手かもしれないけど、まあ、そういうとこだよねって思ってね、この二人にはね、すごい感心しましたね。感心しました。で、そこからまあ自分もちょっといろいろそういうの改めようと思って、まあすごい短い間なんですけど、より練習行ったりとか、したんで、やっぱ周りにどういう人がいるか、どういう環境かってめちゃくちゃ大事だなと思いました。うん。まあだからね、そういう適当な気持ちでやってても絶対勝てないだろうなって思ったんで、もう僕個人的には明日、まあ自分も頑張るんですけど、米夫と購買日記には勝ってほしいですね。うん。そういう裏側の努力じゃないけど、まあ当然酒飲まないのなんて簡単かもしれないけど、まあその後じゃあ明日練習朝からするんでみたいなことでしたんで、まあ、結構練習してるっぽいんで2人、うん、まあだから、頑張ってほしいなと思います。まあ勝ったらみんなで祝勝会したいですね。はい、勝ったらみんなで祝勝会して、はい、喜びを分かち合いたいなと思います。